をぶっ飛ばすのは俺だからな。邪魔すんなよギザオ。ねえこら、人の話聞いてねえのかバカザル。カイドウを倒すのは俺だ。どこだカイドウ。このまま負けっぱなしじゃいられねえ。それより周りの敵を片付けるのが先だろ。これじゃまともに進めねえ。あとカイドウをぶっ飛ばすのはこの俺だ。ならねえ。最悪の世代だって笑わせるんじゃねえ。お前らがやってんのはただの海賊ごっこだ。キゾ、カ
イドウ、バカ、女野郎と組んだくらい俺の首が取れるとでも思ったのか。お前らみてえなガキが海賊王になるなんて図に乗るな麦わら。俺の下につく気がねえならもういい。二人仲よく死ねえ。かつてこの世の全てを手に入れた男、ゴールドロジャー。彼の死に際に放った一言は人々を海に駆り立てたという。グランドラインの果てにあるというワンピース、その宝を狙い世界中の海賊が海へと乗り出した。人々はロマンを追い求める。世はまさに大海賊時代。なんかが海賊になれるか。なる。俺はいつかこの一味にも負けない仲間を集めて世界一の財宝を見つけて海賊王になってやる。おお、俺たちを超えるのか。じゃあこの帽子をお前に預ける。俺の大切な帽子だ。いつかきっと返しに来い。立派な海賊になってな。怒りを上げろ。おお、金出発だ。そして少年の冒険は10年後のこの場所から始まる。10年後。いやー、今日は船出日和だな。まずは仲間集めだ。10人は欲しいな。よっしゃ、行くぞ。海賊王に俺はなる。